演舞開演。実はこちらのすぐ美味しい、すごく美味しい日清チキン元祖鶏ガラチキンラーメンを食べたいと思います。なんと60歳になるんですね、チキンラーメンさん。あー、自分の倍以上ありますよ、年齢。なんでもその年齢の割に手軽に取れる、なんだか親しみやすい感じですね。このひよこちゃんもすごい変わりませんね、パッケージの色も。あれ、なんだかこういうのがありますね。昔はこんなのなかった気がするんですけど、これだったら生卵乗せようと思ったけど乗せる必要ないかな。でもさすがにこのままで食べられませんので、お湯を入れてきます。しばらくお待ちください。ではまた後ほど。出来上がったら、出来上がりました。あ、いい色ですね。ではおっと、なんか蓋の裏にはこんな人物の写真とレートが書いてありますね。この人もチキンラーメンに貢献したということなんでしょう。では早速この釜玉と一緒にいただきます。この油の感じ、本当にいつまで60年経っても変わりません。昔から変わらないちょっと独特な油の感じの麺とスープ、今回も美味しくいただきました。昔はちょっと苦手だったんですよね、あの油。でも最近は美味しく食べられるようになりました。これも味覚の変化なのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。